スロットと翔ちゃんと場所バイ。はい、で今回のお店の皆さん、今日は何日ですか？9日です。けどこの動画がアップされる日は何日ですか？11日です。正解ということでポッキーポッキーの日です。ここにポッキー1110本の空箱があります。空箱があります。空箱です。心配しないでください皆さん、ちゃんとこの裏にね、こうやってありますので。詐欺じゃないよ。詐欺じゃないですよ。空箱はしません。ただのこれは見せかけさ。片付け大変の幕を1150本あります。1110本で約してね、食べるということで、今日はですね、今日は1111本あるということで、これを10分間で、1111本のポッキーを何本食えるか言え。ということで、早速やっていきたいと思います。それでは、いきまーす。準備の方はよろしいでしょうか？バンバン成功なしですね。失礼した、赤点だよ。今回やってすぐ僕、学年大会を取りました。うぇー、ほんと極強化中、極強化ということで、10分間、よーい、スタート。はい、いただきまーす。食事屋さん、食事屋楽しいの飲んだよね。バリッ。ただの食事じゃねえ、おやつだよ。おやつ。こんな無言になったの初めてじゃない？ポッキーがいっぱいある。ブルバリー叩かねえぞ。さすがに聞こえないと思うよ、ここまで来ると。甘い。甘い。やめるぞお前は。叩かねえぞ。全然減ってないんだけど。やばい、高低気圧になっちゃう。終了でーす。ということで計算したいと思います。ということで、自分が何本食べたかこれから言うんで、皆さんお願いします。僕は50本。僕は80本。僕は53本。俺は47本。ということで、この残ったポッキー、クリアポイントあるんですけれども、シェアハピ。ああいいね。やっぱポッキーの売り文句といえば、あーそこあるよね。というわけで、売り文句なわけだから、やっぱシェアハピをしたいということでね、僕らの YouTuber 仲間の松丸蓮君にシェアハピしたいと思います。ということで、出たー。あのさ、今日ポッキーの日じゃないけどさ、あの余った900本のポッキー食べる？食べたい。食べたい。風を切って走ってゆく希望の街へと